はい、セロー250でミニコースを走ります。ちょっといい絵が撮れてしまいました。はいと、よいしょ。はい、危ない危ない。ここは滑るだろうなと思っていて転倒しました。転んだらただでは起きないなんていうあれで、はい、下ってきて、今はどこでこけたんだろう、そこら辺ですね。若干やっぱり逆バンクになってるというか、なのでフロントからやっぱりつるっと行きましたね。はい、ちゃんとしっかりとプロテクターをしていれば大丈夫です。まあ余談ですけど、こう転んだ後ですね、ちゃんとすぐに気分を入れ替えて、次の走りに影響を出ないようにと言いながら、ちょっと間違えちゃいました。なので、まあ一回転んだんで、じゃあもう一回そこ行ってちゃんと転ばないように走るのはどうしたらえんじゃいとやった方がいいと思います。はい。よいしょ。ここで、ここですね。うん。まあ、ちょうど、またこけちゃった。曲げるポイントのところが、まあ、逆バンクっていうか、バッチリちょっと合ってた感じですね。やはりちょっと全部が土なので、はい、やはりでも一回一応転ぶと、そこの部分はやっぱりちょっとビビりますね。
なのでちゃんと あそこはじゃあどう処理すればいいんちゃいというのをやりますか。ここからインベッタからの シフトミスです。いやでもいいですね、こうやっていろんな要素があるということですね。まあ、変にやっぱりあそこに集中しすぎてるんでシフトミスっていうのも起きちゃいますなんてせいにしちゃいけないですけど、もう一回よいしょ、インベタインベタ、あーダメだ、いやー結構いいかもしれないですね、インベタ。やっぱあそこのカーブは。インベタで行くのは微妙ですね。はい。ここで曲げて縦に行って。とはいえあそこも逆バンクっぽくなってるんでダメっぽいっすね。じゃあどうすりゃいいんじゃいと、いや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 、なかなかいいですね、調子こいてアクセル開けたら車体が思いっきり横に向きました。
とりあえずの結果としては、まあそこはやっぱり逆バンクで転倒する可能性があるので、外がいいという私なりの今結果ですけど、でももう一回インベタなんとなく、でも今のインベタからジャンプの流れが良かったような気がします。でもう一回いやー微妙ですね。あそこをインベタで走ろうとすると結構減速するんで、どうなんですかね。なんとなく自分的にもなんかリズムが取りづらいというか、アウト、ここで曲げて、微妙ですね。で、2回目のジャンプをまっすぐで高く飛ぶって言ったって、そんなに背路で高く飛ぶあれは必要はないので、でもあそこはアウトに行ってから、ここを軽くいなして、そうですね、やっぱりセローで走るんだったらそんなに無理にジャンプする必要はないので、今のがいいかな。